かわいい。カナ先輩はもちろんかわいいんだけどさ、モブがみんなかわいい。てめえ、客は神様だろうがよ！お前一回接客業学んでこい。いやいや、神様だったんですか？まさかこのレストランに神様がお越しになるとは 話をややこしくするな、お前。どんなタイミングで出てきてんだ？何写メ撮ってんだ、この野郎！ 神様写真撮るって何？だって神様なんでしょ？俺、神様見るの初めてなんで、記念撮影っす。あ、次は俺と並んでピースしてもらっていいっすか？なんだこいつの強引さは！はい、ピースって笑ってくださいよ。サービス悪いな、神様のくせに。神様のサービス。ふざけんなよ。てめえ、マジでぶっ飛ばす！なんて下品な言葉遣いなの？そんな神様なんて、うちのお店ではお断りよ！お前が一番お断りだけどな、この店においては。なんだこのバカ力、やめろ、下ろせって！店長が不良二人のエレキビをつかみ、そのまま入り口へと連れていく。二 人、 すごい。 あの筋肉、飾りじゃなかったんだ。いや、これ言いたいんですよ。筋トレしてる人は、ただ使い物にならない筋肉育ててるだけだって。いや、実際そんなことないよ。重たいもの持って、あの筋肉が出来上がってるわけだから、すんごい力は持ってるよ。 使えない筋肉って言ったやつ誰だ、おい。これ以上やるって言うなら、私にも考えがあるわよ。どうすんだよ。殴んのか？俺たちは泣く子も黙るデビルサタンだぞ。ダセえ。なんて意味重複させんだよ。悪魔魔王。 なんだその珍妙な名前は。デビルなのかサタンなのか、はっきりしてほしいものである。じゃないとハミコにされたルシファーさんが哀れすぎるってもんだ。いやね、暴力だなんて野蛮なことはしないわ。ちょっと可愛がってあげるだけよ。暴力以上に怖いこと起きそうだな、これ。この動画で映せんのか、その状況は。そう言ってポケットからチューブ状の容器を取り出す。これはね、ワセリンって言って、スムーズにインするためのラブアイテムなの。なんでお前は常備してんだよ、気持ち悪いな。インするって特にだよ。そんなん聞くまでもねえだろ。いやねえ、そんなの決まってるじゃない。おら、ズボン下ろして尻出せ。怖い怖い怖い。急に流れ変えるのやめろ。3人とも尻を隠しながら一目散に逃げ出していった。店内に拍手喝采が巻き起こる。うるせえな。かっこよかったぞ店長。すっきりしたよ、ありがとう。ナイス筋肉だった。どうやら他のお客さんたちも腹に据えかねてたようだ。これなら商売に影響は出ないだろうし、よかったよかった。そうだね、むしろなんかいい店長いるぞみたいな感じで口コミで広がりそうだよね。失礼しました、お客様たち。それでは引き続きお食事をお楽しみください。店長。怖かったですよ。ゆずきも頑張ったね。あんな気持ち悪い客に対してすごい接客してね。笑顔作れただけでもすごい偉いと思うよ、ゆずきは。なでなでしてあげたい。ミスゆずき、よく頑張ったわね。ごめんなさい、調理場にいたせいですぐに気づけなくて。いいんです、助かりました。ありがとうございました。いや、これフラグ立っちゃった。店長とゆずきの。こんな顔をからめる姿を見せられるなんて、ちょっと男としては嬉しいんだけどさ、できればそれ、向けるの主人公にしてほしいんだよな。こんな店長に、そんなあからめた表情しないでよ、ゆずき。なんなん。例なら私より、あの、ボーイに行ってあげて。おかげで、騒ぎに気づけたんだからね。あ、店長いい人。すごいいいパスくれるじゃん。はい、そうですね。ありがとう、立脇くん。いや、俺は別に何も。店長みたいにかっこよく追い払えなかったしな。まあ確かにかっこよくはなかったけど。そんなことないよ、君が来てくれたから。あの人たちもすぐに腕を離してくれたしさ、私どうしていいか分かんなくて、もう泣き出しそうだったし、だから嬉しかったよ。おいおい、いいね、最高だね。もうここでキラキラのエフェクトはずるいて。いや、あー、そのこのボーイったら真っ赤になっちゃって、もう私ズキュン来ちゃう。こっちのフラグ立てんのやめてほしいな。あ、そうだ、コーヒー新しいの持ってくるね。いや、このままで大丈夫だって。でもそれみんなコーヒーだった。
ソーセージの油がコーヒーの上にぎっとりと浮いている。確かに、ちょっと口には入れたくない代物ではあるが、これくらいなら全然余裕だから。あはは、食べ物を粗末にすると、罰が当たるって、子供の頃から口酸っぱく言われてたからな。偉い主人公。やっぱいいとこ育ちなんだよ、絶対的に。いや、でも、にしても、コーヒーにウインナーぶち込む時点で、食べ物粗末にしてるんじゃないかと思うけどね。そこは突っ込んじゃいけないのかな。とっさのこととはいえ、自分でやったこと、最後まで責任を持たないと。それより、さっき撮ったこの写真。もし今後、あいつらが営業妨害的なことをしてきたら、好きなように使ってください。嘘、まさか、そのために写真を撮ってたの？できる男だね、主人公。あの状況で、そんなことまで考えてたんだ。たまたま、そんな流れになったからだよ。本当、たまたまだって。いや、なんかすごい、秘めたる力を持ってそうだね、主人公。いや、今後楽しみだな。もう、たまたまだなんて考え。私のたまたまもズーキューンってなっちゃいそう。ちょっと黙っててくんないかな、店長。こっちそら健全なエロゲ実況を目指してんだからさ、そんな下ネタぶち込んでくんなよ。写真のお礼にたっぷりサービスしてあげるから、いつでもこの店に来てね。いや、サービス、店長から言われると嬉しいんだけどさ、この見た目で言われるの怖いんだよな。なんかお店変わっちゃわないそれ。あれ、ここ前カフェだったよなみたいな感じになんない？サービスって何のサービスだよ。おい、反射的に尻を押さえてしまったじゃないか。あはははは。店長の熱い視線に耐えきれず、思わずコーヒーを一口すする。あ、うわ、本当に大丈夫？ああ平気平気。意外とコクがあるっていうかさ、あはははは。油ギトギトのコーヒーは何とも言えない微妙な味がした。かわいい。いや、ゆずき、そんな感じなんだ、制服。全身姿初めて見たね。今日から、いよいよ選挙の公示が始まるね。いや、このゲームっぽくなってきたね。いや、そうなんだよね。生徒会メインのゲームだもんね、そういえば。長らく、なんか不良ギッタギタにする流れ来てたから、全然別ゲーだったけどさ。そうだ、こっから始まるんだ。このゲームの本番というものが。両生徒会とも、今回はどんなアピール合戦になるのかな？朝の登校中は、生徒たちの様々な会話が耳に飛び込んでくる。その中でも一番ホットな話題といえば、もちろん差し迫った選挙のこと、どっちに投票するかで、みんなの話題は持ちきりだった。カレーとナポリタンの再選挙だろ？また引き分けなんじゃねえの？これ誰も生徒はさ、どっちも採用でよくねって思わないの、すごいよね。何、洗脳されちゃってんの？いや、今回は37が転入してきたからね。半分に割り切れない生徒数になったんだ。絶対に決着がつくはずだぜ。これ欠席とかだった場合はね、キスになるじゃん。それないの？考えてないの、そういうのは。おい、そんなことより、あっち見てみろよ。指を指している男子生徒につられて、視線をそちらに動かす。かな先輩、おはようございます。かわいい。かな先輩はもちろんかわいいんだけどさ、え、モブがみんなかわいい。え、特に黒髪ロングの子とかすごい清楚そうでさ、いや、あんなデブよりも生徒会入った方がいいんじゃないか、こっちの方が。かわいいな。おはよう。今日も暖かくていい天気ね。校舎の前には、周りを女生徒たちに取り囲まれているカンナ先輩がいた。周りにいる女生徒たち全員が、憧れの人を見るような眼差しで、カンナ先輩を見つめている。確かにね、女性人気すごいよな、絶対カンナ先輩。こんな大人の女性になりたいって、女の子なら誰しもが思うもんね。いつも、天道会の活動を応援してます。ありがとう。私も応援してますから。あ、ずるい、私の方がたくさん応援してるんだからね。女子生徒 D すげえイケボやな。なんかハンターハンターのキルアみたいな声してる。大丈夫よ、みんな応援してくれてるってちゃんと分かってるから。その一言で周りからキャーという黄色い声援が沸き起こる。俺はすごいな。部活の人たちから助けてもらった時もそうだったが、こうやって改めて見せつけられると、俺なんかとは住む世界が違う人なんじゃないかなんて思えてくる。この学校にはそういう人いっぱいそうだよね。なんか、え、別格やんこの人みたいな人が。カンナ先輩、ちょっと相談があるんですけど、いいですか？あら、何かしら？今、駅前で春物のカーディガンフェアをやってるんですけど、先輩なら
ピンクとブルーどっち選びます？わー、ザ女の子の会話って感じ、すごい可愛い。いや、そういう流行に敏感なところいいよね。やっぱファッション系、春物どうしようとか夏物どうしようとかさ、俺なんて私服が今社会人2年目なんですけど、大学1年生の時に買った服からまだ1回も服新しく買ってないもん俺。ファッションどうでもいい人間だからさ、こういうファッションの話題とか多分女の子とできなそうだな俺は。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。